皆さん、マイロ、ニューヨークでビール飲むにやってるヨシです。本日もまた一本ビールを紹介したいと思ってます。本日ご紹介するビールはこちらです。はい、こちらに用意しました。本日ご紹介するビールはデイジーカッターです。で、このビールはですね、シカゴ、イリノイで作られているビールで、タイプとしてはペールエールになります。で、デイジーというのは日本語でひなぎくという意味なんですけど、ビールの名前で花の名前が付けられているビールは多分これが俺最初なんじゃないかなと思うんですよね。あんましないと思うんですよ。かなり珍しいと思います。まあ、ビールの名前ってどうやって決められるのかよくわからないんですけど、多分まあその味とかイメージとかだと思うんですけど、このビールは一回も飲んだことないんでわからないんですけど、もしかするとちょっとフラワリーな感じのペールエールなのかなと思ってます。それでは早速飲みたいと思います。どんな感じなんでしょうか。色はオレンジかな。で、匂いの方がそうですね、柑橘類の匂いと少しちょっと甘いような感じもします。甘いような匂いが上がってきますね。泡の方はですね、もう全くきめ細やかではございません。すごくウィークな泡で、もうついでから多分注いでから1分も経たないうちに泡が消えてしまいました。こんな風にシューって、まあすごいアメリカのビールって本当にこういうビールが多いんですよね。泡がスーってなくなっちゃうビールが多いんですよね。それではいただきます。うん、美味しいですね。はい、独特のペールエールの感じが出ているのと、そんなに飲んだ感じはですね、フラワリーな感じはしないんですけど、匂いは結構フローラルな感じは上がってきますね。どちらかというとホップの味がガッと効いていて、グラッシーな感じがしますね。その草系の味が上がってきますね。で、アルコール度数はない。アルコール度数、ビールにアルコール度数は書かなくていいんですかね。よくわかんないんですけど、それはまあまあいいや、後で調べて載っけておきます。後味の方なんですけど、かなり苦いです。本当はまあビールっていう感じのビールですね。そんなにそのデイジーカッターというイメージがよくわからないんですけど、華やかな感じは全くしません。はい、飲んだ感じ、苦いビールが嫌いという方は多分飲めないビールだと思います。自分は全然苦いビール好きなんであれなんですけど、夏ちょっとこう暑い日に外で飲むようなビールではないかなって気がしますね。総合評価をいたしますと、今また匂いを嗅いだらですね、かなり甘ったるい匂いも上がってきました。最初注いだ時はですね、結構フローラルな感じの爽やかな匂いかなと思ったんですけど、今匂うとですね、かなりちょっとこう甘ったるいキャラメルのような匂いもしますね。で、後味はかなり苦いんで、飲めば飲むほどですね、どん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 苦みが増してくるビールですね。これはすごい不思議なビールですね。こんなビールなかなかないですよね。何なんでしょうかね、この苦みがね、どん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 こう強くなってくるんですよ。そうですね、その苦いビールが大好きっていう方にはおすすめしますが、まあそこまで自分はおすすめできるビールではないかなと思います。デイジーカッターでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビールノムリエのヨシでした。See you soon.